はい、皆さんこんにちは、ジタンです。今回は、2月8日に発売したゲーム、超難問標識クイズっていうゲームやっていこうと思います。ちなみに私ジタンですね、普段から車運転してまして、なんと私、ゴールド免許でございます。ということでね、まあ余裕でしょう、この標識クイズやっていこう。はい、レベル1からじゃあやっていこうか。50問あるのかな、これ。今50ってなってたけど。レベル1、一時停止はどれ。まあこれでしょ。はい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 、 OK、 正解。まあその調子です。もう徐行って書いてるからね、止まれだからね。はい、レベル2、初心者マークはどれ。あ、もう完全にこっちです。はい、正解。簡単っすね。レベル3、まあだってゴールド免許だもん。深さ制限はどれ。深さ制限、これ、これか。ちょっと待って。あ、早い。あの、上の、回答までのさ、時間が早いんだけど、これ。なんかその、標識がわかるかどうかよりもさ、この頭の回転の速さを試されてるけど。駐車禁止、駐車禁止はどれ？これ？駐車禁止の場所、あ、よかったよかったよかった。駐車禁止の場所にさ、駐車することないんで。飲食禁止。飲食禁止はまあ、これでしょうね。これもハンバーガー映ってるもん。これでしょう。はい、正解。簡単だな。はい、じゃあレベル6。ちょっと待って、多いって、多い、多い、多い。え、待って、車両侵入禁、早いんだよ。ちょっと待って、これ、標識がわかるかどうかじゃなくてさ、もう、頭の回転とかさ、この視野の広さを試されてるんだけど、車両侵入禁止わからん。お、これ違う。ちょっと待って。車両侵入禁止。あ、これあの、あれか。一方通行ってことか。これだよね。あ、OK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 。一方通行ね、よく逆走してしまうんで、私、初めて行く場所とかだと。うん、これよく見る。運転してるときに、これよく見る。見えちゃダメなんだけどね、これ。さあ、レベル7。歩行者専用。歩行者専用はこれじゃない。よっしゃー。この時間との勝負なんだよね。パッと標識が出て、もうパッと全部見て、パッと答えないといけない。もう脳トレです、これ。なんか早いし。で、展開禁止はこれじゃないの。展開禁止はこれだよ。OK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 。いいね。レベル9。指定方向外進行禁止。これ侵入禁止か。ちょっと待って。指定方向外の侵入禁止だから、あ、これじゃないの？こっちにしか行けませんよみたいなことでしょ？あ、OK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 。まあまあ、ゴールド免許なんでね、これぐらい余裕ですよ。はい？お、はい？何これ？放射線汚染？何これ？わかんない。マジマンジみたいなやつ？マジ、ちょっと待って。これ何？これ標識なの？これ標識？地図記号かなんかじゃなくて、これなんかかっこいいマーク、これもしかして。正解。放射線汚染なんか知らないけど、マジで。なんか、剣と剣がカチャーンみたいな、血統マークみたいな、違う。これってなんかさ、地図記号的にはなんか工場とかじゃなかったっけ？これなんか車輪ガンみたいな、これかな。おーやった。放射線汚染ってこんなマークなの？で、これ地図記号だよね。標識？え、地図記号だよね。これしか多いし、温泉はこれでしょ、さすがに。これはさすがにいません。OK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 。え？これも、地理の問題？地図記号の問題だよね、これ。これじゃない？なんか杖みたいなマーク。これじゃなくて。あ、OK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 。ちょっとさ、地図記号は聞いてない。地図見ないもんだって。もう、カーナビの時代だからさ。カーナビしか見ません。地図見ないもん。これ地図記号でしょ、だって。いや、もうわかんないって、交番どれ？これじゃないの？あ？交番ってどれ？これかな？交番？はい、正解。交番？これかな？適当だけど。おやっとー！はい、正解。ちょっとさ、違うんだけど、なんか思ってたのと違う。もう、高等学校これじゃない？オッケー、正解。これ、いつ標識出てくんの？これもう。残り50問さ。え、ちょっと、市役所わかんない。市役所わかん、これ、これ、これ、間に合った？不正解。
市役所どれ？市役所これか、マジマンジか？違う。市役所、あ、これか？食べ物これじゃない。違う。市役所どれ？二重丸？おとっと、市役所二重丸なんだ。はい、レベル16。大学はどれ？大学？大って書いてるからこれじゃないの？これじゃなかったら引っ掛けでしょ。オッケー。これじゃなかった。地図記号を見てこれ書いてあって大学じゃなかったらちょっとびっくりだよ。はい、レベル17。発電所、あーなんか、これじゃない？なんか地理の、あ、違う。待って。待ってって。違う、発電所これな気が、こっちな気がする。こんななんかミサイルみたいな。これだよね。オッケー。あのさ、ちょっとこれ何、あともう全部地図記号なの？郵便局、郵便、これでしょ。お、さすがにこれでしょ。オッケー。はい、レベル19。工場はどれ？工場これじゃない？工場これだと思う。はい、正解。で、これ標識クイズって、これ、お、あ、出てきた。保健所、これっぽい。こっち。あー残念、これ上だな。これでしょ。じゃあこの十字架でしょ、さすがに保健所は。オッケー。ちょっと多いって、これ何、これな、視野の広さと頭の回転の速さもさ、試さ、ちょ、もう速すぎるって。重量制限、あ、これ30キロ未満、あ、 5.5 ってこれでしょ。で、範囲があるもん、ポンって。オッケー、正解。はい、レベル21、22だ。じゃあ、大型乗用自動車通行止めはどれ？もう問題文読んでたらタイムリミット、もう時間オーバーだよ、これ。大型通行止めだからなんかバツ、あ、これじゃない、さすがに。これでしょ。大型バツ、これでしょ。え？なんで違うの？これで、あれ？これか、じゃあ。大型乗用自動車通行、あ、オッケー、トラックじゃないのか。確かにね、乗用自動車だからこっちか。なるほどね。はい、レベル23。ね、もう多すぎる、一方通行。これか、こっちか。おっと。もう一回に10個ぐらいさ、出てきてさ、これだって1、2、3、4、5、6、7、8秒ぐらいでしょ。7秒から8秒で、もう10個以上出てきてさ、これ一気にさ、この処理するって無理よ、これ。最低速度50キロ未満、そういうことじゃない？違うんかい。最低速度って何？最低、あ、こういうこと？最低30キロ、オッケー。そういう意味だったんだ、この標識。初めて知ったわ。あんま見たことないけど。レベル25。はい、もう多すぎる。駐車か。パーキング、これでしょ、さすがに。P だもん、だって。オッケー。もうなんかわかんなくて、なんか推理ゲームみたいになってきてるけど、だんだん。おい、出てきた。あ、警察署ってさっきなかった。交番か、さっきのは。もう交番が罰だったから、これ警察署じゃない？よっと。もうね、掴んできました、大体。はいはい、警察署。はい、レベル27。最高値にもさ、今時こんなさ、最高値なんかさ、ないって。いや、もうちょ、早いしさ、問題文読んで標識全部確認したらもう時間過ぎてん、あ、これじゃない？これっぽくない？掘ってるもんだって、これ。違うんかい。あ、これか、じゃあ。さっきのはこれか。これで掘ろうっていう、よっと。そうなんだ、なんかあの、鉄塔マークみたいなさ、誰々、バーサス誰々みたいな、ガチャーンみたいな、そういうあれに見えたよ。はい、レベル28。城跡？城跡？あ、これか？どっちっぽい？これ。はい、これ。正解これです。ちょっと、ちょっと。はい、レベル29。畑、これ？タケノコ植えてますみたいなこと？これ。はい、残念。畑はこれかな？これか、これ。これはもう座薬にしか見えないから、こっちかな？おーい、不正解じゃん。え、どれ？これじゃん。なんかしらの野菜っぽいもんね、これ。違うんかい。大根っぽく見えたけど。え、どれ？畑どれ？これ？
え、どれ畑だ、畑どこ、わかんねえ。畑単純な丸だったりする、もしかして。はい、畑なんか知らんし。これ地図記号でしょ。地図記号当たったわ。地図記号で畑探して畑に行くことないから、こんなん知らなくてよい。はい、レベル30だから多いって。でも待って、出現禁止だから絶対これだ、これでしょさすがに。 OK、 もうこれさ、おじいちゃんおばあちゃんとかさ、もうこれ問題文読んで全部の標識を確認するところでもう2回ぐらいミスするよ。もうこうやってちょっと喋ってたらもうすぐ終わるもんね、これね。早いね。待って、問題文が起動式内通行か、通行かだから青の、青のどれかでしょ、青のどれかで。これちょ、もう早い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 、早すぎる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 。あ、これか、これか、これであれ違う、あ、これか、よっと。 OK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 。 はい、レベル32。いや、もう多すぎる。どんだけ増えるこれ。車両通行止めだから、まあ、なんか何かしらの罰でしょ。不正解。これか、通行止め、これか、違う、車両がだから、わかんない、これか、ちょっと どれ 何かしたら罰って書いてあったのどれかでしょ、うん、これか、これだな。よし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 。はい、レベル33。ちょ、多すぎる。歩行者通行止め。あ、これでしょ。もう完全にこれ。もう書いてるもん、だって。はい、オッケー。はい、レベル34。最高速度。最高速度は50キロじゃない？ 50 キロが最高速度ですよってことでしょ？はい、オッケー。はい、レベル35。ちょっと待って、違う違う違う、待って、なんか A 押しちゃった、もう違う。駐停車禁止、駐停車禁止、どれ？わかん、これ。当たった！割りかし適当だったけど当たった。はい、レベル36。基準にも知らんし、ちょ、これやばいって、もう、どれ？これやばいぐらい時間かかるぞ、これ、多分。もうだって選択肢も多すぎるしさ、これかな。まあ、重機だから、何かしら機械っぽいマークだと思う。あ、これか、これ機械っぽくない、なんか、怒りっぽい、違う。あ、待って、これじゃない、これ、あの、クレーンみたいな、これでしょ、クレーン車、これ。よっしゃ。え、これ地図記号だよね。こんなマジで知らんし、知ってても何も意味ないって、こんなの。やばい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 、針葉樹林。やばいやばいやばい。あ、これじゃない、尖ってるやつ、これ。よっと。20個選択肢あるからね。やばいよ、これ。わかんないの出てきたとき地獄で、ちょ、病院はこれ。OK。はい、レベル39。やばい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 。自衛隊わからん。自衛隊わからん。これ。自衛隊わからんし、選択肢多すぎるし。自衛隊って何？ヒントがないもんな、自衛隊って。自衛隊といえばこれっぽいマークっていうのがもう全然ピンとこない。やばい。やばいよ、これ。終わる？これ。あ、これかな。やばい。終わらん。これ。はい、じゃあこれ。適当になっている。おっと、適当だけど当たった。はい、レベル40。あと10問だね。ちょっと、ちょっと、煙突はさ、さすがに、見たらわかる。これでしょ。もう、だって、さすがにこれでしょ。煙突なんていう標識あんのね。標識？地図記号。はい、レベル41。ちょっと、やばくないか、これ。多すぎる、多すぎる。ちょ、待って、問題文と、この、全部を把握するのにも、やばいって、これ。多すぎる、多すぎる。視力検査ですか、これもう。自動車専用、自動車専用。自動車専用、これ。もう探すのがさ、これ。やばいって、これ。もうなんか別のゲームだよ、これ。標識を当てるクイズ、問題じゃないよ。通行止め。あ、もう書いてるもんね、これ。通行止めって、これでしょ。OK、OK、OK、OK。はい、通行止め、正解。で、43。おっと、多すぎる。
時間制限中じゃじゃ。ちょ、問題文、あ、うんと、注射。これかな ?P って書いてるし、時間書いてるし、これでしょ。OK。はい、レベル44。おー、すぎる!地下してきた!大型貨物自動車通行止め。これ、大型の貨物車、これでしょ。OK。完全にこれ頭の回転の速さと、あの視野の広さを試されている。はい、レベル40。ちょっとやばい。銀行、これ。当たった!そうなんだ。適当だったけど。ラッキー。はい、レベル46。ちょっとやばいって、倉庫とかマジでわからん。これなんか鍵のマークついてるし、これじゃない。お、やった!当たってる。マジか。え、こんなに連続正解できるんだ。わかんない問題。はい。墓地はなんかお墓っぽいものってどれだ?お墓っぽいものどれ?わかった。見つけた。これでしょ?これじゃない?これお墓っぽくない?え、違うんか。これ神社でしょ?お墓 is どれ?これか。ちょ、やばい。こんだけ選択肢あるとマジでわかんない問題、地獄なんだけど。どれ?お墓どれ?やばい、もう選んでる間にすぐ時間来るし、これ本だから図書館とかでしょ?これかな?え、当たっ、これなんだ、お墓。お墓じゃない、墓地か。今僕これの一個右を選択したつもりだったんだけど、当たっちゃった、これ。墓地ってこんなんなんだ。へぇ、知らなかった。はい、レベル48。あと3問かな?おーい。わからんて。紅葉樹林。これが針葉樹林だから、これに似てるやつ。これかな?これでしょ。はい、もう残念。どれ?地図記号。これとこれって一緒じゃないの?これとこれ。これとこれ一緒じゃないの?これか?これっぽくない?違うんか。違うんか。これ広がってる感じ?これ?違う。紅葉樹林。これさっき選択したっけ?あ、このなんかちょっとふわって、真ん中がぐわって広がってる気がするから、これこの紅葉樹林じゃない?違う。やべえ、わからん。あ、これか。これじゃない?違う。え?わからん。これか?これも木っぽく見えなくもない。違う。うん、これ!もうなんか別のゲームと化してる。この一番右下って、これじゃない?広がってる感じしない?違う。これって選んだっけ?違う。やばい。地獄。地獄だ。わかんないすぎて地獄。これ?違う。これか?違う。ここに来てのマジマンジ?違う。はい?え、わかんな。これ針葉樹林でしょ?え、マジでわからん。突破できない。ちょっと待って。これか?丸くて広がってるといい。お、当たった!そうなんだ。へぇ、針葉樹林となんかあんまり、あ、でも、似てるっちゃ似てるか、確かに。三角と丸で。はい、レベル49、あと2問。多すぎるって、やばいだろ、これ。問題文読んで、この標識目やって、もうチカチカしてきた。あ、やばい、どうしよう。目がチカチカしてきた、これ。もうわからん、これ。待って、車両横断禁止。横断禁止だから、まあなんか、バツとかなんかもう、赤い感じでしょこれ。ちょ、わかんない。どこだ?どれだこれもうちょっとさ。もう標識と地図記号とさ、もうすごいことになってるよ、これ。え?車両横断禁止。横断禁止ってこれ違うよね、これ。進入禁止だよね。え、当たったった。はい、じゃあレベル50、ラスト。多すぎる。検察庁どれ?このさ、標識と地図記号を混ぜないで。うん、これかな。裁判所みたいな感じ、これ。建物っぽい感じだよね。これか?これさっき選んだっけ?
建物っぽい感じだよね。これ違う。違う。わかんな。ちょっともう標識を適当にもう、ボンボン行こう。こうなったら、これって何これ。これか検察庁、わからない。どれ？これ絶対違う。二重丸も多分違う。これとこれってもう選んだけど、ちょっともう選んだか。これ。もう選んだ気がする、これ。なくない？正解。正解ないんじゃない？正解ないんじゃないのこれ。どれだ？これなんか病院系のなんかだよね。これもこれも選んだよね。これも選んだ。これか？これ違う。違う。これもしかして？違うか。やばい。全部選んだんじゃない？これか？これなんだっけ？当たった！そうなんだ。検察庁これなんだ。はい、ということで全部クリアしました。レベル50までね。あのさ、なんか思ってたのと違うんだけど。もっとこう標識クイズってさ、その標識が出るかと思いきや、地図記号いっぱい出てきたよね。しかも最後の方になるとさ、その標識を分かるかどうかよりも、反射神経とかさ、頭の回転の速さとか、視野の広さを試されてる感じがして、ちょっと思ってたのと違ったわ。まあ面白かったし、やっててね、これ見てくださって、まあ勉強になったっていう方もいるんじゃないでしょうか。僕もね、ちょっとは勉強になりましたよ。ゴールド免許の僕がもん、勉強になるんだから、結構多くの人は勉強になったはず。はい。ということで、こちらですね、2月8日発売の超難問標識クイズっていうゲームでした。まあまあ、ちょっとね、標識とか地図記号のおさらいとかね、ああ、そういえばこうだったなとか、まあ一回ちょっとやってみたりね、まあ、するのもいいかなと思いました。はい。じゃあ、今回の動画はここまでにします。ここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画も見てください。バイバーイ。